今週来週ぐらいで言っていただければっていう感じなんですけれど、配信見てる方で、はい、この宮城県の石巻にボランティア行ってもいいよっていう方をメッセージとかくれればいいですよね。そうですね、あんまり自分の方に直接じゃなくて、慎吾君の方に言っていただいて、はい、行きたいですということは、本当にもう本当に、慎吾君と連絡取れないので、どうしても圭吾君つないでくださいっていう人だけは、はい、はい、だけど、ちょっとあんまり本当に忙しくて、あんまりちょっとメールとかが見れてないんですよ。ああ、慎吾さんですか。いや、自分がです。なので、慎吾ちゃんにつなげるのも、ちょっともしかしたらできないかもしれないので、はい。はい、なんですけど、ほら、飲んでください。え？あ、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。ライフガード好きなんですね。ライフガード好きですね。はい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 。自分も炭酸系好きですよ。あ、本当ですか。はい、はい、だって圭吾さん忙しいですもんね、完全に。全然そう、あれなんですけど、なんかその、はい、はい、サーバーなんで、はい、風邪を追っちゃうじゃないですか。で、明日もサーフィン行くんですよ。あ、今でも行ってるんですね。明日もサーフィン行くの で、はい、で結構いっぱいいっぱいなんですよね、もうサーフィンやると。うん、で多分明日多分配信夜できないと思うんですけど。そうなんですか。そうなんですよ。お休みなさいの時間です。楽しみにしてるの。そういう感じな、自分なんかそういう、お金よりも、はい、なんか自分のその修行みたいな感じになっちゃってるんで、お金出して、まあ、修行みたいな。なので、はい、それ仕事とかも、はい、仕事よりもサーフィンなんですよ、自分は。あ、サーフィンの方が大切なんですか。大切です。大切。そうです。サーフィンが、自分の中でサーフィンが完成すれば、まあ、ほぼほぼ完成してきてるんですけど、だから、まあ、YouTube の配信も始めたんですけど、はい、だからその辺りで、なんですかね、まあ、そこが完璧になってくれば、自分の仕事とかも、はあ、調子よくなってくるんじゃないかなっていう気持ちの方が強いんですよね。はあ、だからもうお金出してもとにかくもうサーフィンみたいな。これでも小山さんあれじゃないですか、はい、サーフィンも YouTube 化して配信とかすれば、はい、まあ、旅しながらお金稼ぎながら移動できるんじゃないですか、小山さんならもう。ちょっと難しいかもしれないですけど、はい、はい、あ、やっぱり何かやることはあるんですか、そちらでも。え、やることっていうか、はい、今横浜ですかね、横浜の方でもやることあるんですか。今渋谷です。渋谷なんですか。渋谷センター街です。はい、そうなんですね。はい、これ住んでる場所も渋谷ですか。いや、自分あれじゃないですか、大田区じゃないですか。あ、そっか、大田区ですもんね。はい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 。うん、でもこの間アメリカ行ってみてどうですか。アメリカとかそういったのは当面やめるんですか。え、外国行くのは当面やめるんですかね。あ、慎吾ちゃんが誘ってくれてるんで、年末、はい、バリ島に年末年始年越しでバリ島行くかもしれないです。あ、そうなんですね。はい、あと自分が幼稚園ぐらいから教えてきてる大輝っていうのがいるんですけど、はい、で今サーフボードだけ、ガイアっていうサーフボードが、まあ、スポンサーについてて、はい、高校1年生なんですけど、プロになりたいって言ってるんで、でもなれそうじゃないですか、もうライダーだから。なれそうっすね、はい。で、とりあえず俺と行くぞみたいな。おー、はい、そんな感じで。あれ、なんか小山さんもいなくなっちゃいましたよ。うん、はいはいはい。なんか今日あれですよね、電波が悪いのかもしれないですね。いや、今電話入りましたね。あ、電話が入りました。はい、まあ、切りましたけど声が途切れてます。はい、今 N 島からだったんですけど、もう電話出ないですね、自分は。どこですか？え、内藤ですね。ああ、内藤さん、どうなんでしょう。内藤さんもう復活しないですか？しないですね。もう話、もうみんなで話してるんで、はい、もう俺、自分と自分